はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。今日はですね、2022年の8月29日月曜日でございます。今日はですね、イベント出演がありまして、こちら名古屋にやってきました。せっかくですね、名古屋にやってきたので、今日は11月1日にオープンするジブリパークを今から見に行きたいと思います。今回はですね、さらに皆さんもですね、11月1日以降ジブリパーク行く方たくさんいらっしゃると思いますので、本日はこちら名古屋駅からの行き方もですね、詳しくご紹介していきたいと思います。では早速ですね、ジブリパークに向かっていきましょう。まずはこちら、地下鉄の東山線に乗って藤ヶ丘駅まで向かっていきます。1番線ですね。藤ヶ丘は終点なんで、そのまま乗っとけば OK です。はい、名古屋駅から藤ヶ丘駅に移動しました。14駅やって約30分ほどでした。そしたら今度ですね、こちらリニモという乗り物に乗り換えます。このリニモに乗って愛・地球博記念公園というところに向かっていきます。はい、こちらリニモに乗って6駅先のですね、愛・地球博記念公園に向かっていきます。13分で行くみたい。次は愛・地球博記念公園、愛・地球博記念公園です。The next station is 愛・地球博記念公園。はい、到着しました。愛・地球博記念公園です。それでは駅を出まして、ジブリパークの状況を見ていきたいと思います。駅の中にはたくさんジブリパークのポスターがあります。改札を出て右に進んでいきます。まだここのね、エレベーターとかは使えないらしい。モリコロパーク5番出口、ここから出て行ってみましょう。じゃじゃーん、今現在の状況でございます。今ここに見えるのはエントランスですね。もうだいぶ出来上がってきました。今地面を作ってるみたいです。ここが今アスファルトが追加されてますね。ここがエントランスになるわけです。で、一応ですね、工事状況の地図を見てみると、ここがね、案内所らしいです。案内所で飲食スペース、あと売店、これ売店ですね。で、これがトイレで、ここが売店って書いてありました。で、まあ、本来だったら先ほどのですね、下に行ってこのままここのゲートをくぐってまっすぐさらに進んでいくとっていう感じみたいですね。まあ、残念ながらまだ下には行けませんし、まあ、行ってもですね、ここに門がありますのでね、まだこれ以上先には進めないという感じです。でも、もうここら辺の案内所とか売店はできてますね。建物は今は地面を作ってるっていう感じでしょうか。いいですね、とっても綺麗な建物です。そしてすごい自然豊かでいいですね。ここら辺のなんかススキみたいなやつもすごい綺麗。いいですね、ここもね、素晴らしいですね。で、まっすぐ進んでいきますと、地球市民交流センターと書いてありますね。交流センターがまっすぐ行くとあるみたいです。で、ちなみにあそこのドーム状のところなんですけれども、あそこはですね、どうやら体育館のようですね。今現在もう予約制で一般公開されている体育館らしくてですね、ジブリパークには特に関係はないみたいです。でもなんとなくね、この形とかがね、すごいジブリっぽくなってていいですよね。一応今この体育館に向かってあえて左側に進んでるんですけれども、ジブリパークに行くにはですね、こっち右側のね、方に向かっていきますので、ここは今逆の方に曲がってみました、あえてです。で、このドーム状のやつが体育館らしいです。すごい変わった形の体育館なんですね。でも面白いですね、すごい目立ちますし。では U ターンしまして、先ほどのですね、地球市民交流センター、イコール体育館の入り口に戻ってきました。今現在はここにいます。
で先ほどは左の方まっすぐ行ってこのドームの裏側まで行ったわけですね。今度はこのまま右側に進んでいきたいと思います。このドーム上の入り口の右側、こっちですね。いいですね。今リニモの駅から出てきて、ここの交流センターの入り口を右に来たわけですね。はい、こんな感じになってます。今日は8月29日ですけれども、11月1日にジブリパークオープンとなりますので、それまでにはもうこの辺はだいぶできるんだと思います。でちょっと角度変わりましたのでもう一度ご紹介しますけれども、ここが売店、トイレ、案内所で、ここにちょっと見える屋根のところが売店で、ここが飲食スペースらしいです。ではこちらの建物たちをさらに通り過ぎます。そうすると今度はですね、天空の城ラピュタをイメージして作られた塔が見えてくるようです。今さっきですね、リニモに乗りながら若干見えたんですけれども、ここをさらに進んでいくとあるとのことです。リニモの駅から今ぐるっと回ってきて、この建物の裏側までやってきました。後ろに振り返るとここが先ほど行ったドーム上の体育館となります。でここにですね、なんか雪だるまが下を覗いているようなね、場所があるんですが、でさらに進むと皆さん見えてきました。天空の城ラピュタをモチーフにして作られた時計台です。これはね、エレベーターになってるみたいですよ。でこちらのですね、エレベーターはもうすでにですね、一般公開されておりまして、実はもう乗ることができます。後ろに螺旋階段があるので、ここを下に下がって向かっていきます。あ、なんかしゃれたお店がありますね。なんかお土産屋さんみたいなのもありますよ。ここにエントランスの建物です。これは売店かな。でトイレ、今上からここの螺旋階段を降りてきました。ここが駅の下のエントランス部分です。で建物ですね、はい、で左側です。皆さん見てください、すげえ時計台がありますよ、ラピュタの。めちゃくちゃテンション上がりますね。これは素晴らしい。でこの時計台がですね、もう一つのジブリパークの入り口となってまして、このエレベーターを使って下に行けます。この辺の横の街灯もいいですね。これも新しく作られたやつだと思いますけれども、ジブリっぽくていいなと思います。で一応ですね、ここの通り道のところ、ここもですね、ジブリパークが一望できる、まあ、展望台みたいなね、場所と言われてるんですけれども、まあ、今現在はここにまだ柵があって、横はですね、見ることができない感じになってます。この柵がね、なくなってしまえばここら辺とか、あと向こう側とかね、ジブリパークが一望できるらしいです。ちょっと工事してるのが若干見えますけどね。さあ、と言ってる間にこんなに近づいてきました。じゃじゃーん、すげえ。夜になるとですね、ここがライトアップされて、どうやら灯台みたいになるらしいですよ。ここにはなんか月のオブジェみたいなのもありますね。わお。で時計があって、ここがエレベーターです。では早速下に行ってみましょうか。ここのエレベーターはすでにもう3月ぐらいからですね、実際にもう無料で使うことができます。でここを下に下っていって、ジブリパークにさらに向かっていくと。ここの1番とか2番とか、この文字とかもいいですよね。おお、すごいでっかい。いいね、なんかスチームパンクみたいな感じで雰囲気出てますね。では下に向かっていきましょう。お、ジブリパークって書いてある。そして扉は金色ですね。お、ライトチカチカ。来ました。
中はどんな感じなんでしょうか。おお、すごい、ここのライトとかがまたいいですな。では下に行きますよ。金色の扉になってて、ここのライトとかもすごいジブリっぽい。ワクワク。ここを下に降りるとジブリパークです。さあどんな感じなのか。おお、いいね。またここの出口のライトのところが洒落てる。いいっすね。ここの階段はあれかな、青春の丘に行ける階段じゃないでしょうか。まだこの辺は行けないみたいですけれども、おそらくそうだと思われます。ここをまっすぐ行くと青春の丘かな。で、後ろ振り返るとこんな感じです。あ、これは螺旋階段だったんですね。うわ、でっか、すごいね、圧倒ですね。出てきて左側に進んでいくと、ここの1番ゲートっていうところが青春の丘のエリアって書いてありました。なのでこの辺が青春の丘エリアなんだと思います。ジョマジ側から見て右が青春の丘のエリアに行くと、で左側にはスケートリンクがあるんですけれども、さらに向こうに進んでいくとジブリの大倉庫という場所があります。でこのスケート場の向かい側に池があります。橋池だそうです。いいですね、自然豊かで気持ちいいですね。でその横に青春の丘のエリアに行く道があって、あそこに建物が見えると思うんですけれども、あれがですね地球屋ですね。蓮池の隣に耳をすませばの地球屋があります。もう建物はできてるみたいです。あ、上の方が窓開いてますね。今中の工事中なんでしょうか。でこちらスケート場をさらに越えていくと、この建物がジブリの大倉庫のはずです。まだ手前側は工事中って感じですけれども、でここは11月1日にオープン予定となってます。まだこの辺は大工事ですね。この辺が青春の丘エリアとなります。地球屋です。でこの蓮池の右側ですね、でここら辺は巨大な芝生広場になるみたいです。もうすでにね中入れるんですけれども、子供たちが遊んでます。犬散歩してるかと思いますね。巨大な芝生広場です。でここに何か作ってますけれども、おそらくこの後ろぐらいがどんどこ森だと思います。まだですねこれより先は行けませんし、工事中ですので何とも言えないんですけれども、おそらくね地図を見た感じではそうなるのかなと思われます。で今年の11月1日にオープンする予定なのが、ここまっすぐ行ったどんとこの森ですね、トトロの世界の場所ですね。あとはここのジブリの大倉庫、そして青春の丘エリアとなります。なのでこの辺に関してはもう結構出来上がってる感じですよね。もう11月にはオープンされる場所ですから、ここはここに天空の城ラピュタの塔があります。エレベーターですね。そしてこちらが耳を澄ませばの地球屋。さらに近づいてきました。とっても雰囲気があります。
中どうなってるんでしょうね。なんとなく分かってきました。ここが青春の丘、スケート場、ジブリの大倉庫で、さらに向こうに行ったところがどんとこ森って感じみたいですね。で、このジブリパークがあるところって森コロパークのほんの一部なんですよ。その森コロパークっていうのはですね、なんと東京ドーム40個分の広さのパークです。で、その中の約10分の1のエリアがジブリパークなんですね。でも10分の1といっても、このね、森コロパーク東京ドーム40個分ですからね、ジブリパークのね、めちゃくちゃ広いんですよ。どうやらね、ここジブリの大倉庫から向こうのですね、どんとこ森に行くまでに徒歩15分ぐらいかかるらしいです。なので、あのジブリパークオープンしてすぐは予約制で時間指定なんですね。なので、このね、巨大なジブリパークの行き来も考えなくちゃいけませんから、ここからね、どんどこ森まで15分ぐらいあるから、その行く時間帯もうまく計算して予約しないといけないと思います。さらにですね、ぐるーっと回ってきました。ここら辺もすごい自然豊かで気持ちいいですね。空気が美味しいです。で、向こうにですね、なんか建物が見えると思うんですけども、そのね、さらにもうちょい奥がもののけの里らしいです。まだ残念ながらここから先は行けないんですが、もう少し先に進めばもののけの里、多分あそこの白い柵の向こう側だと思います。この白柵より向こう側がもののけだと思いますね。今ですね、さらに一駅進みまして、東寺資料館南駅までやってきました。また今からですね、こちら愛・地球博記念公園に向かっていきますので、リニモの中からですね、ジブリパーク見てみたいと思います。リニモの中からご紹介していきたいと思います。上から覗ける感じです。次は愛・地球博記念公園、愛・地球博記念公園です。ここがジブリの大倉庫。 The next station is愛・地球博記念公園。で、手前ですね、多分この辺がね、もののけだと思います。この辺、多分ここがもののけで、ここまっすぐ行くとどんとこ森。で、体育館で、体育館の後ろにテニスコートとかサッカー場があります。まだかなり工事中って感じですね。愛・地球博記念公園。そしてこの辺はエントランスです。右側です。 We will soon make a brief stop at 愛・地球博記念公園。 The doors on the right side will open。はい、ということでいかがでしたでしょうか。2022年8月29日月曜日現在のジブリパークの様子でございました。でもね、もう11月オープンですから、あと約2ヶ月でオープンとなりますからね。もうだいぶね、出来上がってきましたね。で、見た感じもですね、少しずつ、あ、ここが多分どんとこ森なんだなとか、ここまっすぐ行ったらもののけなんだなみたいなね、まあ、そういうところも少しずつね、分かってきたような感じがします。ということで、今日はですね、名古屋駅から、こちらのジブリパークに来てですね、この辺の周辺のですね、ご紹介をさせていただきました。ぜひ皆さん参考にしてください。はい、ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。